ンアンティでーす。さあ、はい、僕の彼女のクビちゃんも今日はちょっと映るということで隣に座ってるんですけど、これたちは一体何ですか。僕今日も何も企画知らされてきてないので、その説明でなんかカメラマンさんが一緒に座ってってことなんですけど、まあとりあえず、はい、はい、じゃあちょっと企画の方だけ僕も何も聞いてないんで教えてもらっていいですか。今日ははい、レシピを見ないでホットケーキ作ってみよう。最悪だな。最悪なんだ。レシピ見ないでホットケーキ。はい、で材料とかも全然わかんないと思うんで、とりあえず19個の選択肢を与えます。一個一個一旦説明した。とりあえずじゃあ紹介、紹介を使えるから、こっち、これがホットケーキ3つ、めっちゃ違う、めっちゃ違う、やばい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 、この19品の中から好きなものをチョイスしてホットケーキを作ってもらいます。ああ、いや、ふり、ふりとかないから、ふりない、これ選択肢です。あくまでも選択 肢、あくまでも選択肢だって、はい、食べるのはクミ、あなたも、俺も食べないといけない、はい、はい、質問、はい、牛乳の数が足りません。どういう意味ですか。量が少ないです。わー、それは自分で足してください。これはただの選択肢なので。必要な分あげます。ああ、ある、あげれる、くれるんですね。こんだけ、こんだけかなと思いました。必要な分あげます。はい。っていうことで。はい、じゃあ、こういう企画らしいんですけど。これが、あの、ホットケーキミックスで。これ何でしたっけ？小麦粉。小麦粉。何個とは決めてないので、もう自分が好きな数。わかりました。これは必要だろうなって思うものを選んでください。わかりました。じゃあいきますよ。やりましょう。これ音楽はあれね、テレレテレテレテ。いいよ、今選ぶんでしょ。うん、選ぶ。じゃあ牛乳使うさ、あ、これ絶対必要さ、これ絶対必要さ、これ絶対必要さ、で、この3つは面白い、はい、これ何でした。これはネプ、ネプですね、ネプ、あ、これじゃあ、タンゴッピングですか、これは、タンゴッピング、これが、トッピング、これがトッピング、これがトッピング、ヨーグルトはオーケーですか。これで俺本当に作り方わからんからね。はい。そういう企画なんで、これってカチャカチャしようかな。はい、オッケー。じゃあキッチン移動しましょう。はい、はい、移動します。はい、では皆さん、今から何も作り方のわからないホットケーキ作ってみたいと思います。はい、こんな企画だとは全く知らなかったんですが、とりあえず男らしくもう分量とか気にせずバンバン放り込みたいと思いますね。あ、なんて言ったの、噛んだね。はい、バンバン放り込みたいと思いますね。いきますよ。まず卵、ここにまずは牛の乳を投下ですね。とりあえず目分量なんでミルクをバンバン入れたいと思いますね。はい、2パックで、これとりあえずカチャカチャしようかな。とりあえずデブだからこれちっちゃく見えない。じゃあ大きいの使って。大きいの、あ、大きいの、ピンク色のがあるでしょ、同じ形があるでしょ。もうメスラも悪くなってます。やば、おじいちゃんだ。やばい、君が、君、割愛ですか。ないですね。じゃあここからメインイベントのパウダーを入れたいと思います。
メインペイントのカウンターメインペイントパオメインペイントパオ美味しそうですね。あ、危ない危ない。お砂糖どれでしたこれ。はい、いや、俺が嫌だから砂糖はさすがに、そこは守るんだ。砂糖はさすがに。さあ、かき混ぜて、ね、よこすなよ、かき混ぜて。割愛ですか。じゃあマーガリンぶち込みましょうかね。あ、そうだ、投入するさ。投入パーン。もういいんじゃない、そろそろ。もういいと思うな。うん、焼いてもいいと思う。焼きまーす。油、ダメダメダメ、追加しない。あの中に全部入ってたのに。だから言ったさ、焼く工程まで入ってるよ、そこも踏まえて選んでねって言ったじゃん。聞いてない。聞いてなかったよ。わかりました。クミに怒られるぜ、はい、だからフライパン変えた。そうなんですね。はい、知りません。あなたがやりそうなことは知ってます。ではでは、そろそろぶっ込みたいと思いますね。じゃあ行きます。やばい、玉が味噌折れしてる。何それ。これ卵焼きですか。卵焼きですね。ま、今から厚みでも伸ばすんじゃないですか。伸ばさないっすね、多分。なんかクレープ生地みたい。あーぽい、ね、今日クレープでしょ。違うし、ホットケーキです。これはあかんな。いや待って、これさすがに追加したらまずい。てめご焼き、てめご焼き。人気そう甘くない。あ、失敗してるし。クレープ生地です。ぽいでしょ。うん。ってことで、じゃあシンプルに量を増やす。うん、さあ、いかほど。絵描いてるの？何してんの？お絵描きしてます。バレた、うん、はい、かわいい、見て見て見て、かわいい、笑ってる。ちゃんとやろうか。あ、消した消した。あまりにも不要だったんで消しました。ホットケーキも作れない男って思われるじゃないですか。そうです。チャンプルーは作れるんだよ。うん、チャンプルーは作れる。うん、あ、けどこれはちょっともらった。ホットケーキでは見えんなと思う。絶対粉が足りんな、アイス。あ、ポロッと出た。おー、うどんの感じはいいんだけど。です。おーし、卵焼きもできる。そうですね、ちょっと甘いの卵焼き、ナチの卵焼きですね。じゃあ明太子の中に入れようかな。ないな。あ、でもあ、めっちゃいいこと思うんですよ。この中にフルーツいるよ。引きません。男の豪快パンケーキということで、豪快にダーン。はい、一番ない。今度は遠くかないで、そのままでいきます。先ほどと違うのが、今度は4回ぶっ込みます。卵焼きですね、これは。うん、不安ですか。うん、楽しいよ。少しいいですか。すごいな、味。居酒屋か。ヘイ、ラミちゃん。ラミちゃん。ホットケーキ作るテンションではない。火力でもない。もう言っちゃってる。はい、キッチンさん、お客様からステーキ注文入りました。はい、喜んで。強火です。キッチンさん、キッチンさん、お客様からステーキは赤身肉で買い取ったので、お願いします。ラミでした。え、ガス壊すなよ。これはこんがりホットケーキですか。
やーもう焼けてるとこしか見えないんで、もういっちゃおうかな。そうそうそう、やばいな。卵焼きも卵焼きでしか見えない。もう滑らしてさらにうっちゃくちゃやったら面倒くさくならないで教えてあげてるだけだよ。アハンティーの料理だから。いい感じにいけそうだぞって、俺全部いい感じにいけてねえってこと。何一ついい感じにできたのないけどな。あ、もしかも例えて、ゆでかけとおいていい。どうした？さあ、そろそろ一回しましょう。ガニーン、ここから飛んでいきたい。さあ、よろしくお願いします。ああ、破れたんだよ。もう集中力切り入れた。ちょっとやりかーい。どうした？どうぞ、食べて、作っといて。いや、なんか僕のフルーツ、なんか減ってるなと思いました。ガスが読んでるよ。あ、読んでます。うん、あ、もういいでしょ。はい、なんかフルーツが減ってるなと思いました。全部、全部に行き渡りで終わったんですけど。そんなことないよ。なんか行き渡らない数になってるから、うん、まあ大体理由わかると思うんですけどね。なんかね。はい、あ、ちょっと。愛情たっぷりパンケーキ。ちなみに多分4枚5枚ぐらいありますね。パンケーキできた。じゃあトッピングしますか。トッピングするよ。ルル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 。まずはマーガリンちゃんをちょっと減ってしまいましたが形も悪いですが、はい、ではお次。じゃあ、完成ですね。はい、見して。丼ですかこれ。アハンティ特製パンケーキフルーツ盛りでございます。実食といきますか。はい、はい、じゃあ席に戻りたいと思います。はい、アハンティパンケーキ出来上がりました。どうですか、カラフルで美味しそうでしょ。美味しそうでしょ。はい、美味しそう。いいよ、美味しそうだよ。美味しそうでしょ、フルーツにたっぷり。はい、でもうシロップもめっちゃかけたんで、メープルと蜂蜜。うん、うん、いけると思う。で、この辺、この辺絶対甘いから、この辺、この辺バターもあってしょ。うん、じゃあ席、はい、先にどうぞ。あ、俺から？面白いの分かってるから。言ったからよ。これはもう匂いは完全にホットケーキなんですよ。匂いは。よし。ホットケーキ。でもね、うん、匂いホットケーキでしょ。じゃあ食べてみたいと思います。いただきまーす。はい、で。上のやつらが甘いっす。なんか、沖縄の和菓子の何やってポーポーな、ポーポーに味がめっちゃ似てる。もう、俺わざとこのシロップかかってないとこ食べたんですよ、うん、もう味完全にポーポー、これ。見てください、この厚み、この厚み見てこれ。厚みじゃねえよ。断層が、地層ができてます。地層がここで新たに人類が栄えるんでしょうか。噛めば噛むほど牛乳の味しかしない。乳の味しかしない。じゃあクーミー作ってるの見てたと思うんだけど、正解してる部分と違うなって部分一応言おうか。正解してる部分、え内容みたいな感じ。内容って言ってね。あ、なし？正解部分なし？正解部分あった？ホットケーキミックスが入ってたぐらい。あ、それは合ってる。あ、入ってたぐらい。牛乳とか正解じゃないんだ。いや、卵牛乳正解なんだけど、卵1個でいい。え、ほら。卵1個でいい。ほら。卵必要じゃないの？1個だけ？6個はいらない。そうなの？だから、
こんなに膨らまないのは卵が多すぎるせい。ああ、そういうこと？牛乳も豆乳もいっぱい入れてるから膨らまないの。なるほどね。牛乳もあのカップだけでよかった。あのまま入れてれば最悪こうなる。で2種類入れたけど1種類でよかった。うん、ホットケーキミックスは砂糖いらないです。おー、全部入ってる。全部入ってんだ。そうそう、匂いパンケーキって言ってたけど、うん、ホットケーキミックス使ってれば匂いはパンケーキになる。うん、小麦粉も必要って言ってたけど入れなくて正解。まああれは正解。うん、小麦粉はパウダー2つはさすがにないなと思って、この辺、うん、俺分からんから膨らまんから、あ、小麦粉必要だったんねやって思ったわけは。水分が多すぎる。ただ単に卵と水分が多すぎる。あ、だから玉があれかき混ぜてもかき混ぜてもうん、うん、溶けなかったやってね。そう、うん、今日どうだよ味。牛乳ちょっと当たってない、この下の部分だったら俺食えるけど。おー、おー、じゃあハンティ完食します。お腹壊さんでよ。あ、けどありえるね。ありえる。美味しい。ちゃんと焼いたりする。焼いたよ、うん、焼いたら焼いたよ。卵焼きだもん。まあ、シロップとかがなかったらもうポーポーだけど、結構ふんだんにかけたからね。だから食べれることはない。そしてこの厚み、あの外人にはぴったりかな。ぴったり。ぴったり。突っ込まれてる。ぴったり。ピッコロ、ピッコロさん。しかも多分あのホットケーキミックスの量だと 1,2 枚分なのね。5枚できることがすごい。あ、あの粉の量で。あ、そこは天才。奇跡を呼ぶ男と呼んでください。はい、まあ、ということで今日、アンティが地層を作るっていう動画なんですけど、違う、こんだけ断層ができた、あのお食事が作れたんで、今日の夕飯もこれでいいかな。これはアンティの夕飯。朝、朝ごはんとかにもしたりさ。やば、朝ごはん乗ってるから、朝ごはん乗ってるから朝ごはん、いや、もう間に合わなくないから、フルーツ乗ってるから、足早いよ。はい、今食べます。はい、はい、ということで今日は地層を紹介するっていう動画でした。で、また皆さん、また今度はあの海藻の方を作っていきたいと思います。海藻。まあ、パンケーキはね、クレープなのか、ボボなのか、ちょっとわからないような感じになったけど、またこれが面白かったらね、別のもので試してみたいと思います。突然来るから、作ってみようわ。レシピを見ずに作ってみようか。突然来るから。これ。聞いてる？はい。聞いてる？はい、とか聞いてないです。聞いて。何ですか？突然来るからね。はい。今日も突然ですからね。いや、もうなんかもう、ここだけ見たらなんか、タバコのハンバーガーの、あの、アメリカのハンバーガーの厚みやん、みたいな。卵焼き。卵焼きですか？ここから見ても卵焼きですか？卵焼き。じゃあ今日は完全な失敗ということで、はい、あの分量とかはマジで僕わかんないんで、適当にぐちゃぐちゃ入れたらこうなったっていう、あの子供にも分かり伝わりやすいような動画になったと思います。あの分量は大切に、しっかり正しいものを作って、腸の中に、流してください。はい、じゃあまた今回の動画が、今回っつったね。今回の動画が面白い、楽しい、つまらん、グッドボタン、最低、あれボタン、まあ何でもいいです。何かしらいただけたら幸いです。動画作る励みになるので、ぜひ皆様、これからも、それからアンティよろしくお願いします。それではまた皆様お会いしましょう。バイバーイ。